こんにちは、今週の PGA ツアー情報です。2024年メジャー初戦マスターズが終了しました。優勝は大本命のスコッティ・シェフラー。後ほどたっぷりと試合内容を振り返っていきます。今週は休む暇もなくシグネチャーイベント第5戦がやってきます。今週日本人選手の出場予定はありません。動画中盤から特集します。来週はツアー唯一のペア戦フォーマット、チューリッヒクラシックオブニューオーリンズ。年々大物選手が参加してきたことにより盛り上がりを見せているトーナメントとなります。それでは先週のマスターズを振り返っていきましょう。リーダーボードはこのようになりました。優勝はガチガチの大本命に挙げられていたスコッティ・シェフラー、11アンダーで2位に4打差。結果だけ見ると差は開きましたが、途中までは誰が勝つのか全くわからない大混戦状態でした。今回優勝争いを繰り広げたのはこの4名。初出場ながら優勝争いを演じたスウェーデンのルドビグ・オーバーグ、メジャー3勝目を目指すアメリカのコリン・モリカワ、そしてメジャー初制覇を目指すアメリカのマックス・ホマ。途中まではまさしく大混戦で慎重な立ち上がりを見せる選手たちでした。出だし数ホールを見た限りではコリン・モリカワとマックス・ホマが落ち着いていて、とてもいい感じに見えました。ルドミグ・オーバークは本当に2年目なのかと思うくらいの落ち着きで優勝争いを楽しんでいるかのようでした。逆にシェフラーはちょっと落ち着きがなく、ショットの縦距離が合わないシーンもあったので、どうなのかなっていうふうには見てました。しかし今回魔のホールとなったのが9番ホール、460ヤードのパー4。前日までのランクは14で決して難しいホールではありませんでした。過去の平均から言ってもランク12と、全体的に難しいオーガスタの中では無難に通過していきたいホールです。ただグリーンが奥から手前に傾斜しており、最終日は必ず手前ピン、手前のゾーンに落としてしまうとフェアウェイまで戻されてしまうので偽フロントと呼ばれます。左側のバンカーには絶対に入れたくないところだったんですが、コリン・モリカワはそこに捕まり、ギリギリを狙った結果バンカーを越えられず、結局ここでダブルボギー。そこでちょっと集中力が切れたのか、11番ホールでもダブルボギーと一足早く脱落してしまいました。逆にすごかったのはスコッティ・シェフラー。セカンドでしっかり奥から戻してきて、あわやイーグル。持ち前のショット力を存分に活かしてタップインバーディ。ルドビグ・オーバーグは上からのロングパットを沈めて反撃のバーディーとしました。しかしオーバーグも11番ホールで池に捕まり痛恨のダブルボギー。一人また一人と脱落していく中、マックス・ホマも12番ホールでダブルボギー。12番ホールは上空が渦巻く風が待っており、よく魔物が住んでいると表現されます。まさにそこで捕まってしまいました。そうして続々とスコアを落としていく中で、シェフラーは一人淡々とバーディーを量産。13番ホールのベタピンショットはスコッティ・シェフラーを象徴する会心の一打でした。やっぱり強いと思わず声に出しちゃいましたね。スコア差が開き、最後の関門は16番ホールだと思っていましたが、そこもあっさりバーディー。これで優勝を決定づけました。終わってみればスコッティ・シェフラーの圧勝。他3人も十分チャンスはあったんですが、今のシェフラーが持っているオーラとゴルフ内容が完璧すぎましたね。ガチガチの大本命と見られて入ってきてきっちり優勝。これでマスターズは2度目の制覇。ここ3年で2勝目はすごいの一言。もうちょっとすごいという言葉だけでは収まらないところまでやってきました。どこまで行っちゃうんでしょうね。間違いなくここ10年で一番強い選手へと駆け上がっています。今後もシェフラーを中心にツアーが回っていくと思われますが、何が起こるのかわからないのがスポーツの世界なので、これからがますます楽しみです。ここまで来たら年間グランドスラムも狙ってほしいですね。さて日本人選手の結果ですが、久常涼選手は初マスターズの壁にぶつかってしまい、通算12オーバーで予選落ち。まあ実際のところ初出場者はこんなものですよ。もうしょうがない。今回初出場した15名の選手のうち、予選通過が8人、カットが7人。オーバーグが異常なだけで、予選通過した他の選手はかなり苦労してますからね。そして期待されて臨んだ松山英樹選手は38位タイでフィニッシュ。4日間通してアンダーパーで回れたのは1回のみ。通算7オーバーとなりました。
やはり懸念していた初日でつまずいてしまい、波に乗り切れませんでした。今回はかなり期待値が高かっただけに残念ではありますが、まだまだメジャーシーズンは始まったばかりなんでね、ここからまた調整して次の全米プロに期待しましょう。今年のマスターズはとにかく風が強かったですね。結局アンダーパーが8人のみ、カットラインが6オーバーとかなり難しいセッティングとなりました。でもやっぱこれがメジャーですよね。私は今回のマスターズで改めてゴルフは面白いなと感じました。メジャー独特の雰囲気が画面越しにも伝わってきて、本当に見応えのあるトーナメントになったと思います。ではマスターズを終えての最新の世界ランクです。かなり順位に変動がありました。ザンダーシャフレがついにトップ3に。しばらく優勝がないながらも着実に順位を上げてきています。マキロイの調子がやっぱり今一つ上がらないので、2位も狙える形です。初出場ながら準優勝したルドビグ・オーバーグが7位へ浮上、マックス・ホマが9位へ浮上し、トップ10圏内に返り咲き、松山英樹選手は3ランクダウンで15位となっています。まあいつも言っていますが、この辺りはポイント差がほとんどないので、毎試合毎試合入れ替わっていくと思われます。続いてフェデックスカップランキング、優勝したスコッティ・シェフラーが700ポイントを加え3000ポイントの大台へ。ちなみに昨年ラームがマスターズを制覇して4勝目を挙げた段階では2631ポイントでしたので、それよりさらに上の位置にいます。この3215ポイントというのは昨年ツアーチャンピオンシップ前のランキングでいうと5位ということになってます。つまり例年通りであればプレーオフシリーズ最終戦を5位以上で通過することが濃厚です。しかもここからさらにポイントを積み重ねていくようなことがあれば、ぶっちぎりで1位通過も考えられます。松山選手は2ランクダウンで5位、マックス・ホマとコリン・モリカーの両名が一気に順位を上げてきています。久常涼選手は変わらず102位のままとなっています。では今週の PGA ツアー情報です。マスターズが終わったばかりですが、すぐにシグネチャーイベントがやってきます。選手としてはおそらく日程変えてくれと思ってそうですけどね。おそらく RBC は PGA ツアーの中でもかなり貢献度の高いスポンサーなので、こういった形になっているのではないかと思います。 RBC はカナディアンオープン含め2つの冠スポンサーですからね。そして来週はツアー唯一のペアフォーマットチューリッヒクラシックを控えているので、マスターズから3連戦という選手も多くなりそうです。今大会は予選カットなし、賞金2000万ドルとフェデックスカップポイント700を争います。前年度の優勝者はイングランドのマシュー・フィッツパトリック。ジョーダン・スピースとのプレーオフの末優勝。フィッツパトリックが本格化し始めた大会となりました。以前はそこまでビッグトーナメントではありませんでしたので、優勝者もトップ勢が少なかった大会です。ただシグネチャーイベントに選出されたことで大きく変わってきました。2018年には小平智選手がスポット参戦して優勝したことでも有名です。この大会はプレーオフになる確率がとても高く、直近で見ても2連続でプレーオフなので、今回ももしかしたらプレーオフまでもつれるかもしれません。では開催コースです。サウスカロライナ州ヒルトンヘッドアイランドにあるハーバータウンゴルフリンクス。パー71、総距離7213ヤードのセッティング。50年以上の歴史を持ち、有名なゴルフ場建築家ピート・ダイが設計、かの有名なアーノルド・パーマーとジャック・ニクラウスの協力もあったそうです。サウスカロライナ州の海岸で美しい景観を眺めながらプレーできるコース。しかし海岸沿いのため浜風が強く、小さなグリーンがあるためショット力が要求されます。全体的にトリッキーなコースセッティングが特徴的です。では今週の注目選手10人です。当然シグネチャーイベントのためトップ選手が全員集結。ただ松山選手は今週お休みとなりました。シグネチャーイベントは1回まで休むことができて、2回目以降は特別な事情がない限り欠場できません。2月からマスターズまで結構ハードなスケジュールで来ていたので、一周休む決断になったんだと思います。ファンとしてはちょっと残念ですが、コンディション調整も大事ですからね。これはひょっとするとチューリッヒに出てくれるんじゃないかと期待してますが、今のところリストにはありませんでした。ただ今週含めてここからの2戦はなかなか面白くなりますよ。
ではこの中からピックアップした選手を4人紹介します。ピックアッププレイヤー1人目はアメリカのパトリック・キャントレー。先週のマスターズは22位タイ。今年開幕する前の選手格付けでは S ランクとしたんですが、ちょっとねまだパッとしませんね。まあフェデックスカップランキングは23位で上位にはつけてますけど、まだ乗り切れていません。キャントレーはそもそもシーズン通してもロースターターで、終盤になってから強さを発揮します。これまで通算8勝していますが、そのうち7勝がシーズン後半。唯一シーズン前半に勝ったのが2022年4月のチューリヒクラシックオブニューオーリンズ。しかもその試合はペア戦なので、通常の大会ではシーズン後半でしか勝ったことがないんです。シーズン終盤の強さが際立つので、印象として残りやすいっていうのもあるかもしれません。シーズン序盤でたくさん勝っても、シーズンが終わる頃には記憶として薄れがちなんですよね。来週はシャウフェイとまたコンビを組んで出場するということですので、もうちょっと調子を上げておきたいですね。ピックアッププレイヤー2人目はアメリカのトニー・フィナウ。先週のマスターズは55位タイ。10試合に出てトップ10が2回、準優勝が1回とまずまず安定しています。以前は結構波があるタイプでしたが安定してきましたね。スタッツもパッティングを除けばほとんど上位です。飛距離をちょっと抑えているのか、今季の平均飛距離が 304.9 ヤード。まあそれでも35位なので飛ぶ方です。あれだけ抑えて振っても軽く飛んでいくのは羨ましい限りです。フィナウはあったかくなってくると調子が出てくるので、これから楽しみですね。ピックアッププレイヤー3人目はカナダのマッケンジー・ヒューズ。マスターズは惜しくも出場できませんでした。ただ今季はかなり調子がいいですね。気づいたら結構リーダーボード1枚目に顔を出していますし、結果も出ています。勝ちきれないのは最終日のスコアがあまり良くないんですよね。勝てる選手、強い選手はやっぱり最終日に伸ばせる選手だと思うので、あとはそこかなと。このままいけばプレジデンツカップのメンバー入りは確定でしょう。今年はカナダ勢を中心としたチームになるでしょうから、今から注目したいです。ピックアッププレイヤー4人目はアルゼンチンのアレハンドロ・トスティ。テキサス・チルドレンズ・ヒューストン・オープンで準優勝し、注目度が高くなってきました。2018年にプロ転向し、 PGA ツアーラテンアメリカでキャリアスタート。そこからコンフェリツアーに昇格し、昨年1勝を挙げ PGA ツアーへ昇格。よって今年はルーキーとして1年目のシーズンを送っています。まあなんといっても特徴は飛距離。最近コンフェリツアーから上がってくる選手は本当に飛ぶ選手が多くなってます。もうメカニズム的に飛ばす方法がしっかり解明されているんでしょうね。ただこのタイプの選手は結構苦労する傾向です。最近だとキャメロン・チャンプなんかと同じタイプです。他のスタッツを見てもらえばわかりますが、ほとんどがマイナス。ハマれば強いけど安定化に欠けるというタイプですね。成績的にも9試合に出場して5回予選落ち。まあ1年目っていうこともあると思いますが、今後の活躍には飛距離以外の分野をしっかり伸ばしていく必要がありますね。とは言っても潜在能力が高い選手なので注目したいです。では今週のトピックスです。まずはある選手が 3D プリントクラブを使用。こちらはブライソン・デシャンボーの話題です。今年のマスターズで大きな話題となった一つ、それはブライソン・デシャンボーが使用する新アイテム、 3D プリントで作られたワンレングスアイアン。ブライソン・デシャンボーはゴルフ科学者の異名を持ち、様々な観点から新しい試みを行ってきた選手です。ワンレングスアイアンは全ての番手が同じ長さでできており、それを使っているのは有名な話です。今回はさらに新しい試みとして 3D プリントで作られたクラブを使用。実はマスターズが始まる前までは USGA の基準を満たしていないとされていましたが、マスターズ開幕直前の月曜日に承認されました。 3D プリントクラブの何が革新的かというと、従来製法では難しい複雑な形状を機械によって正確に作り上げてくれること、さらに比較的容易に試作品を何度も作り上げることができ、開発スピードも向上。それによってプロゴルファーが求める製品をより高いレベルで生み出すことができます。実はこれまで 3D プリント技術を使用した製品はいくつかありました。パターが代表的で、ウェッジやドライバーも 3D プリントで作られたものが登場しています。
リッキー・ファウラーも今年から 3D プリント技術で作られたウェッジを実践投入しており、今後さらにツアープロの間で広まっていけば一般ゴルファーにもその波がやってくるかもしれません。続いて大物選手のカット続出、リブ勢は今年のメジャー初戦は終了しましたが、大物選手によるカット続出で波乱の展開となりました。その中に含まれるのはセルヒオ・ガルシア、ビクター・ホブランド、サム・バーンズ、ジャスティン・トーマス、ブライアン・ハーマン、ジョーダン・スピース、ババートソン、ダスティン・ジョンソン、ゲイリー・ウッドランド、ウィンダム・クラークなど名だたる選手ばかり。過去優勝者も何人も消える事態となりました。今年の PGA ツアーは世界ランク下位の選手が優勝することが多く、マスターズの結果から見ても世代交代が近づいているという見方もできます。ちなみにリブ勢は13人が出場し、予選落ちが5人、通過が8人となりました。まだメジャー初戦が終わったばかりなので断定はできませんが、今年は PGA ツアーにとって大きな転換点となる年になるかもしれません。続いて、サッケフェデックスカップ王者に異変。昨シーズン大きな飛躍を遂げ、今年の活躍を期待されていたノルウェーのビクター・ホブランド。マスターズでも予選落ちを喫し、その不調ぶりが徐々に表面化しています。ホブランドは以前インタビューで、勝つことよりも自分が納得できるゴルフ、またスイングに重点を置いているそうです。実際昨シーズンは絶好調という感覚はなかったそうで、2021年が絶好調だったと語っています。今年はトップ20を一度経験したのみで成績は大きく下降、しかもこの1年間でスイングコーチを3度変えるなど異変が起きています。私も今年はホブランドが主役の一人になると思っていましたが、復活には大きな時間を要しそうな雰囲気です。好きな選手の一人なだけに今後の成績は要注目ですね。最後にマスターズは今シーズン最高視聴率を記録。今シーズン PGA ツアーのテレビ視聴率が低いことは先日もトピックスで取り上げました。それはやはりリブが発足したことによってゴルフ界が分断されたことが大きな理由となっています。しかし今年のマスターズでは初日の平均視聴者数が320万人を記録。これは過去9年間で最高となり、昨年に比べ 28% も上昇。やはり世界最高のプレイヤーが一堂に会するということもあり、ゴルフファンの関心を引き寄せた形となりました。この結果を受けて、やはり PGA とリブは何らかの結論を出す必要があります。ファンが望んでいるのは世界最高のプレイヤーが同じフィールドで戦っている姿であるはずです。最後にパワーランキングと優勝予想です。公式1位予想はイングランドのマシュー・フィッツパトリック。フォース相性がとても良く、過去6回中4回でトップ15入り、平均ストローク 68.59 と素晴らしい成績を残しています。さすがの公式も今回はスコッティ・シェフラーを9位としました。ここでもし勝っちゃうと逆に面白いですけどね。この中で注目は4位のコリン・モリカワ。今年はいまいちな成績でしたが、マスターズで優勝争い、ようやく調子が出てきたのかなと思います。ただ何度も言っているように、今年は意外な選手の優勝が続いているため、このリストに載っていない選手が優勝する可能性も大いにあります。そうしたことも踏まえ、私の優勝予想はカナダのマッケンジー・ヒューズとします。果たしてシグネチャーイベント第5戦はどうなるのでしょうか。全米プロまで残り1ヶ月、選手の仕上がり具合をしっかり見ていきたいです。それではまた次回お会いしましょう。